はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はファミスタクライマックスドリームペナント50名プレイをしていきたいと思います。で、前回大谷翔平をゲットしたんですが、今回もですねファミダスを引いていきましょう。ファミダスは毎回初めに投手10回野手10回引いていきますからね。今回もいいカードが出てくるか、もしくはかぶりカードでも能力が上がるんでね、全然 OK なんですが、まずは投手から。ここまで来るとやっぱりね、金色カードが欲しいんですよね。まあ青カード、ノーマルカードの、まあ、有名選手よりかは金色カードの方が嬉しいんですが、ノーミとか出てますけどね、ここまで金カードはなしかな。今回は残念ながら金カードはなしで、田原だけ2枚目ですね。まあ能見とか普通だったら嬉しいところなんですけどね。じゃあ次は野手10連です。野手もね、金色カードが欲しいですよね。デスパイネとかね、まあ、パワー強い選手は欲しいんですけどね。もうただパワーの高い選手もある程度揃ってきているんで、やっぱりね金色カードなんですよ。新井とかも出てますが、ここは残念ながら金色カードはなしですね。このメンバーだとちょっとスタメンの入れ替えはないかな。三塁守る選手誰かちょっとざっと流しちゃったんで、よく確認してませんでしたけど、一応今吉川のところにね、誰かいい選手が入ってくればというふうには思っていたんで、三塁守れる野手誰か入ってきてたかどうかだけ、ちょっと確認しておきましょうかね。三塁だと松田とかはね、侍ジャパンなんで、ちょっと侍ジャパンは今回、外して考えていきましょう。村田か。村田修一入れるか。あとは、まあ、そよぎ。三塁ってなると、まあ、そのあたりまでですかね。まあ、あえて村田を入れるかっていうところですかね。そうなってくると。村田か。足がとろいけど、まあ村田入れとくか。まあ村田を入れていきましょう。まあ、バランス的にはね、7番8番、まあ、吉川が入ってる方がバランス的にはいいかなって気もするんですが、まあ、パンチ力重視でいきましょうかね。まあ、ジャイアンツらしく重量打線でいきましょう。さあ糸井です。ここは菊池の前に空振り三振。菊池もね、僕の好きな落ちるボールは持ってないんですけど、ただやっぱり能力は非常に高い。これゲッツーにできたかなっていうね、ゴロのあたりだったら。盗塁阻止率 100% は達成できませんでしたが、小林がやっぱりここは刺してくれますね。今日の先発はメッセンジャーか。この当たりだと荻野は三塁まで行けちゃう。メッセンジャー剛速球持ってるんで、ストレートを早めに打っていく方が間違いないかなって感じですね。よし、フィルダーズチョイスだ。さっさと蹴りをつけちゃいましょう。これは切れでいきます。うまーくタイミング合わせて、ね、流し打ちできたかなと思ったんですが、なんかすげえいいプレーになったぞ今、結果的に。
こういう時には打ってあげたいけど、メヒアのあたりはピッチャーフライで柳田だ。ここは柳田ももう強振でいきましょう。試合を決める。これでワンアウトランナー三塁二塁で坂本。坂本の後にね、前までだと吉川だったんだけど、ハーフスイングになっちゃったな。村田が待ってますからね。この村田のあたりは犠牲フライにはなるでしょう。ならないか。ちょっと足が遅かったな。当たりとしてはそのなんていうのかな、犠牲フライになる飛距離は出てたかなと思うんですが、足がちょっと遅すぎましたね。さあこれで2アウトです。で鳥谷の当たりも落下点に入って柳田が抑えて3アウト。小林の当たりはこれはいいですね。抜けていきます。もう小林も完全に打てて守れてさせるキャッチャーになったな。おっと危ない危ない。菊池は送りバント失敗で、荻野のこの当たりは例によってスリーベースになるか。ちょっと無理かな。さすがに無理か。メッセンジャーの球威に押されるような形で荒木はセカンドフライですね。さあ菊池、ここは完封劇を見せてもらいたいところですね。なこれでここまでランナー出したものの小林が刺してくれたんで9人で締められそうな感じになった。もう西岡が控えか今。ここは抜かれましたね。まあタイガースも選手層は厚いからな。で糸井は怖いからな。ここはしっかり打ち取りに行きましょう。これでまずは初戦取りました。まあタイガースはね、徹底的に叩いておかないと。タイガース今1位ですからね。まあ、何としてもこの5周目もペナントドリームファイナルともに優勝したいんで、そのためにタイガースはこの3連戦で叩いておきましょう。さあ今日の試合は犠牲バント犠牲フライ2本以上取って勝つといいことがあるよということですね。まあちょっとね、犠牲フライ犠牲バントにこだわらずに勝ちにこだわっていきましょうか。今日の先発は今村、うちのチームの初期からいる絶対的エースなんで、まずは怖い糸井から。追い込んだらフォークボール、この一辺倒ですけどこれが一番効くんですよね。遅いボールは見送られてワンボールワンストライクから、ストレートが決まって遅いボールで空振り三振。しかもボールをそらした。ワンアウト、ツーアウトランナーが二塁で福留、ただ福留がね4番を張ってるっていうね、
タイガース打線ですからね。まあ、1回の表ちょっとまずい守備もありましたが、0点で抑えて攻撃に移ります。タイガースの先発は能見かで、荒木、ここはじゃあ送りバント、おっとパスボール、送りバントしときますか。これで1本ですね。で、岡島が犠牲フライ上げりゃいいんでしょ。これはちょっと浅すぎるな犠牲フライとかじゃなくて単なるセカンドフライだからな。じゃあメヒア普通に強振でいきましょう。普通にっていうかいつも通り強振か。これはセカンド正面のあたり、ちょっと今日は点が取れそうになさそうなんで、今のね1回の流れだと今村も点を取られないように投げてもらいたいなというところで先頭打者に2です。ちょっと慎重に攻めていきましょうか。ここは鳥谷だしね。そう考えると本当にタイガースの打線も厚みがあるというか、うわーしまったー、後ろにそらした。最近ね結構これ多いんですよね。次どこに投げるかっていうのをもう考えちゃう余裕が最近操作に慣れて出てくると、あの辺の操作が少しおろそかになるんですよね。1点取られたんで2点取らないと勝利はない。さらに犠牲フライで2点目。まあ、ここは能見はね確実に打ち取りましょう。負けられないからなタイガースには絶対に。まずは柳田が二塁までいけるでしょうというあたり、足が速いけど肩もいい。糸井の肩驚異的だな。今の柳田で二塁いけないのか、ちょっと今回まずいな。対戦成績五分五分に戻される可能性が出てくる。なんとしても能見をノックアウトしましょう。これは坂本の当たりはサード正面の当たりで、8番じゃない7番かな、村田で、この後小林の後に今村だけど、どうするかな今村。このままバッターボックスに立たせるべきかどうか、2点ビハインドで。小林の当たりはセンター追いつきます。糸井はね足も速いし肩も強いし、ちょっと驚異的だな。強肩中の強肩だな糸井に関して言うと。ナイス。まあ、今村も疲れるよね。ちょっと次の回今村からの攻撃なんで、今村のところに代打を送りましょう。代打は前回角中を送ったんで、今回ビシエドでいきます。ビシエドの当たりは足がとろいな、これは無理だ。さあここは荻野が出てくれれば、角中じゃない、糸井、さすがに荻野のエースの足だと見る。今ね足をかいたんですよ。足をかいてる時にボタンを間違って押してしまいましたね。なんてことだ。操作のミスもあり、あらゆる観点でうまくいかずに負けてしまった。いやー残念な負け方だな。ちょっと操作上のミスもあり残念な結果ですね。ここは勝ち越しはもう最低条件なんで、やっぱり選手が強くなるとなかなか勝ちづらくなるな。コンピューターの強さはそのまま据え置きにしたんですが、正直言って4周目までペナントレース負けることはほとんどなかったんですけどね。
今日の先発は千賀です。でそうか、山井が今怪我で登録抹消されてるけど、まあ、次で戻ってくるんでもう気にせずでいいでしょう。で恐怖の糸井、糸井はこのね数字以上というかバッティング面以上に守備で怖さを思い知らされましたからね。さあ追い込んだらフォークで確実にアウトカウントを稼ぎに行きましょう。高山の当たりは大きいぞ、これはスタンドまで持ってかれる。福留の当たりはこれはファールになりますね。これもいい当たりだけどファール。やっぱ緩急をもうちょっとつけていかないと、このクラスの選手になってくると一発ありますね。さあ負けられない試合なんで点を取りに行きましょう。まずは荻野が内野安打で荒木だ。まあ、荒木もゲッツーはないかなとは思うんですよね。これはただ糸井が落下点に追いつきますね。これも福留の正面のあたり、結構ねクリティカルにバットを当ててるんですが、飛ぶところがちょっと良くないのかな。で糸井のこの肩だからね、ホームまでは当然帰ってこれないですね。ここは柳田に返してもらって最低でも同点。できれば欲を言うとホームランが欲しい。よし、まあ同点に追いつければいいでしょう。まずは負けないことが重要だからな。で坂本です。坂本の当たりはこれは入るか、最上段への当たり。で村田、もう村田はね吉川をこう押しのける形でスタメンに入れたんでね、活躍を見せてほしいけど、これは危ないね。糸井の肩の怖さは先ほど痛いというほど第2試合目で見せつけられたんで慎重にならざるを得ないですね。小林の当たりはサードライナーで、この回4点を取って逆転に成功しました。で鳥谷、この打線のこの順位というか打順に鳥谷がいるタイガーズサーセンもなかなか強力で怖いですよね。さあ千賀のところには代打を送っていきましょう。角中を送ります。剛速球か岩佐は、しかも対左打者レベル3持ち。荻野の当たりはツーベースで荒木になって3番4番と続くと、この回でも試合は決めたいな完全に。おっと、くー、今のは戻れないな。さあそしたら西村にスイッチします。で岩佐のところに西岡、これはうまく坂本がキャッチングしてくれましたね。入るか、危ないな。糸井本当に怖いわ。まあ相手からすると柳田マジ怖いわって思われてるんでしょうね。さあなんとか、まあ、勝ち越しで、終えることができましたね。まあ、このタイガースはね首位争いしてるんでどうしても負けられなかったんで、
まあ、勝ち越しができてよかったですかね。ではちょっとカードをもらって終わりにしていきましょうか。田中か。はい、というわけで、次回はドラゴンズとの3連戦ですね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひ引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。